先日8月24日に、尺取りは10月23日より、大和路線及び大阪東線へ有料座席サービスを導入することを発表したよ。有料座席の名前は嬉しいと、新快速で導入された A シートとは違い、ひらがなとカタカナの表記だよ。これはメインの導入先である大和路線の路線記号、9から取ると9シートとなり、完全に東急の有料座席サービスと丸かぶりしてしまう上、東急が商標まで取得しているので、使用は不可能だからだよ。鴨駅を6時29分、7時29分に発車する列車を、区間快速1号、区間快速3号として有料座席を設定。ただしこの区間快速は混雑緩和の目的で、天王寺より先の大阪環状線内では座席指定をなくし自由席扱いとし、客側、大阪方から奈良方面へ向かう列車へのオレシートの設定はないと発表されているよ。そして、このオレシートは、奈良方面から大阪方面を大阪東線経由で結ぶ直通快速へも導入されることが明らかとなってるよ。奈良駅を7時6分、7時30分に発車する直通快速を、それぞれ直通快速51号、直通快速53号として有料座席を設定して、こちらは前述の区間快速と異なり、走行全区間で有料座席の指定が利用できるようになっており、さらに号数も50番台が付番されているものとなっているよ。そして気になる座席は、なんとどうやらプレスリリースでの表記によると、221系の転換クロスシートを、特に大きな改造も行わず、そのまま指定席にするということがわかっているよ。221系の座席は転換クロスシートのため、2から4番席は逆向きの場合もございますと書いてあるので、転換クロスシートでそのまま指定席を設定することは間違いなさそうだよ。その他、有料座席部分はのれんのパーテーションを設けて、座席を分けることがわかっているよ。そして料金は、通常期に530円、換算期に330円、チケットレスサービスを利用すれば300円で利用できるようになっているよ。大阪から奈良間を並走する有料列車としては、近鉄特急がかなり有名となっているけど、あちらはオレシートの通常期料金より10円安い520円で、回転リクライニングシートと、奈良から大阪難波まで30分。列車の当たりが良ければコンセントが使用できたり、半那日の砦では300円を追加するだけでグランクラス並みのサービスを受けれるので、この時点でオレシートがどうなるかかなり怪しい状態であるよ。そしてこのオレシートの運行形態は、昔運転していた、関空特快ウイングと似たようなものとなっているため、下手すると関空特快ウイングの二の舞になってしまう可能性も出てるよ。しかし、こちらは近鉄特急とは違い一本で大阪の北まで行けるというメリットもあるので、完全に近鉄の独壇場ではない上、走ってる地域によってはオレシートの利用価値もあったりするので、近鉄と戦うというよりも地域に貢献する意味合いが強そうに思われるよ。最後に比較用として、近鉄特急、近鉄快速急行、大和路快速、直通快速オレシートを表にまとめたよ。所要時間でも運賃の面においても近鉄が優勢であることがこの表から読み取れるよ。逆に走行区間によっては、JR 側が便利だったりもするよ。10月23日のオレシート導入でこれらの競合路線や、沿線にどういう動きが見られるかとても気になるところだよ。